と、アイドモッティです。こんにちは、カエルさつきです。今日はですね、さつきさんと対談みたいな感じで、僕からは、まさか市長選挙があったんですけど、その話について、そして、カエルさんから、僕の略について質問してもらうんですけど、今回、3つ、事前に質問を考えていただいたので、それぞれにの質問に答えていくっていう動画です。はい、よろしくお願いします。お願いします。市長選挙から何か学んだことはありますか？一番大きかったのは、若い人が本当選挙に行ってない。投票率っていうのが出たんです。で、全体の投票率は 38%、 20代の人はもう10何%、若い人にとって選挙とか政治でね、いかに関係ないかめっちゃ感じました。じゃあ次の質問に行きます。市長選で敗れた原因はどう考えてますか？2人しかいなかったわけですよ、こう。だから現職の市長さんと私だけだった。2人よって市長さんの考えに自分は嫌なんやけども、じゃあもう一人の人に何も知らないけど入れるってことはしないから、だからそれがやっぱり難しくって、まだまだ知られてなかったっていうのが原因やと思う、うん、選挙カーで言ってたじゃないですか、うん、それでも知らなかった人とかもやっぱいるんですよね。選挙カーで来て出てきて聞いてくれる人はさ、もともとある程度知ってるような人が出てくるから、はい、初めて名前を聞いたみたいな人が聞いてくれるわけじゃない。宣伝会って、うん、結構大変じゃないですか。7日間で、うん、朝の8時から夜8時まで広いやん。で、1台しかないやん。結構無理なんすね。その大変な中、頑張れるっていうきっかけとか、すっごい奥の方の大変なところに行くやん。そうすると、そこの人たちっていうのは切実に政治にこう期待してるわけ。皆さん行けば行くほど、よく来てくれた、聞いてみたいな感じでみんなで、だからもう遠くて大変だけど、そういうところ頑張っていく。行けば行っただけいろんな声もいただけるから、そうか、頑張ろう。じゃあ次の質問行きます。選挙が終わって、うん、次4年後にやると思うんですけど、うん、それに向けて今、うん、何を頑張ろうかっていう、うん、選挙の結果出た後直後からいろんな人に、まあ、会うと4年後やなって、だからね、もうやめときなっていう人いないから、はい、やれっていうことなのかな。今回は政治塾もしようと思ってて、いろんな人にこう来てもらって、会場の人といろんなことについて考える、本当にみんながやってほしいと思ってることを、はい、みんなでやろうみたいなね、活動していきたいと思っています。日本に帰ってきてしばらくすると、どうしてもやっぱり日本語の生活に戻っちゃうから忘れるっていう人すごい多いんですけど、どうです、まだ続いてます？レアジョブっていう会社の英会話をやってて、まあ、毎日とはいかないんですけど、週4、週5ぐらい30分やってるのも、あとはマレーシア行ったんですけど、その友達が今三重田に来てるんですけど、まあ、日本のことあんま分からないんでちょっと手伝ったりして、まあ、その時は英語で喋って、英語の喋る機会は増えたかなって思います。でもさ、多分さ、英会話も行く前と帰ってきて全然感触違ったんですよ。もう全然違いました。何が違ったの？英語喋るっていう抵抗がだいぶなくなった、うん、行く前っていうのは喋るときにめっちゃ英作文してるなっていうのがさ、見てて分かる。帰ってきてからのやつは、この先生と喋りたいっていう気持ちがさっきあって、コミュニケーションを取るっていう能力が鍛えられたな。次の質問なんですけど、はい、帰ってから英語の字幕をさ、はい、動画に入れてるやん、はい、あれは行く前から計画しとったの？決めたのは、向こうにいるとき先生がいて、その人に英語の字幕つけてみたらどうやって勧められて、その前理由としては、マレーシアの人に理解してもらえるっていうのが一つ で、うんうん、でもう一つは自分の英語のスキルの上達にもつながるっていうのがあって、英語の字幕をつけようかなと思いました。で、3つ目の質問なんですけど、まあ、3年4年ってなると就職とか就活とか、はい、それを考えていく中で YouTube のチャンネルってすごい大事にしてると思うんやけど、はい、大学生の間だけまあやるみたいな感じで自分で思ってやってるのか、自分の夢とこの YouTube チャンネル、どういう風にこうミックスさせようと思ってるのかなみたいな。あの YouTube チャンネルは、うん、まあ、絶対に消さないです。これから、まあ、人生長いと思うんですけど、うん、今から起こることに対して、うん、YouTube は全部絡めていきたいかなと思っていて、うん、YouTube をやってることで生まれた新しいチャンスっていうのはめちゃくちゃあると思うんですけど、うん、これがその、うん、まだ300人っていう時から、うん、まあ、起こってるんですけど、うん、これがもうちょっと成長していった時に、うん、もっと自分がやりたいこととか、うん、自分が思っていなかったチャンスっていうのが生まれると思うんです。なのでこのチャンネルは大事に持っておいて、僕の軸として
活用していきたいと思ってます、うん、あと何かそのチャンネルをやっていく上で自分が一番大事にしてるなんかポリシーとかある？まず第一として、うん、ミスターマリボンドさんを尊敬してるっていうのがあって、うん、その人の言葉を結構大事にしてるんですけど、うん、一番大事なことはその作った動画を見て誰も嫌な気分にならないっていう動画を作ることが大事だと思ってて、うんうん、こういう人とコラボしたりとかさ、こういう人のとこ見てみたとかあるの？でも最終的には水溜りボンドさんとこういう感じで、うん、別に動画じゃなくてもいいんですけど、うん、2人と一緒に話したい、うん、一旦今の一番大きな目標はそこなんですよ、うんうんうん、はい、というわけでそれぞれ話終わったんですけど、さつきちゃんのさつきさんのチャンネルのリンクも概要欄に貼っておくのでよかったらご覧ください。さつきさんのチャンネルではこの動画のロングバージョンというか、はい、長いやつが多分載ってると思うんでよかったら見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうさ、今日も見てくれてありがとうさ、明日からまた頑張るさ、この場所で。